にちは、はたおです。ケルトの笛屋さん京都フィールド店からお送りしているはたおの笛トーク。この番組では笛の演奏家の私はたおが笛についてたくさんお話をしていきます。第9回目となる今回はマイケル・バークの裏穴に開いたサムホールについてお話をします。アメリカのティンホイッスル職人マイケル・バークは全てのティンホイッスルにサムホールというオプションを用意しています。サムホールとはティンホイッスルの裏側に開いた穴のことで、通常ティンホイッスルは左手を上にして構えますから、このように左手の親指で開けたり閉めたりすることでドのナチュラルを演奏することができます。ティンホイッスルではドのナチュラルを演奏するために、通常はこのように開け閉め閉めという運指のクロスフィンガリングによって演奏しますが、サムホールを持つことによって左手の親指だけでシとドを行き来することができるというメリットがあります。他のメリットとして、クロスフィンガリングの音は若干音量が弱く、また音色が暗くなるという特徴がありますが、サムホールで吹いたドは音量の凸凹がなく、そしてシの音と同じように開放的な音色でドのナチュラルを演奏できるというメリットがあります。またサムホールを使ってこのように音を区切るタップをすることができるなど、装飾音上のメリットも期待できます。サムホール付きのティンホイッスルを製造しているのは、私の知る限りマイケル・バークしかありません。サムホールを使ったドのナチュラルの音質はモダンフルートのドのナチュラルの音質と全く同じなので、モダンフルート奏者はドのナチュラルが吹きやすいと思うかもしれません。一般的にアイルランドの音楽を演奏する際はサムホールは必要ありませんので、サムホールなしモデルで結構ですが、モダンフルート奏者の方や新たな運指の可能性を模索したい方はサムホール付きのオプションを選択すると良いかと思います。この番組ではティンホイッスルやアイリッシュフルート、バグパイプといった楽器についてたくさんの話をしていきますので、次の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。